こんにちは、ハレルヤ看板娘のケイチンです。今回も始まりました、ケイチンレビュー。今回紹介させていただく商品は、派手なイラストで異彩を放つ謎のスリーブ、ドラゴンシールドスリーブマットの紹介です。まずは基本情報から。とにかく丈夫さが売りで、枚数が 63mm×88mm、 枚数が100枚、値段は1300円でちょっと高いかな。実際にいろいろ調べていきたいと思います。まず枚数しか表記されてないので、外側の長さを測っていきたいと思います。横が 6.6 ミリで、縦が 9.2 ミリぐらいですね。で、刀スリーブと比較してみると、若干縦の大きさが、大きいです。では実際にカードをスリーブに入れていきたいと思います。今回はこいつを入れていきます。とりあえず、そう、シングルスリーブで60枚デッキ入れました。まあ、なんかさっき比べて若干縦が長めだったんですけど、でも全然そういうのが問題になることもなく、女の私でも気軽にシャッフルできます。そしてね、そのシャッフルがすごいサクサクで心地よくシャッフルできるっていう、この感じすごい好きです。やっぱデッキ作った瞬間ってすごいカード固まってるし、4枚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 みたいな感じになってるから、あの念入りにね、シャッフルをしたいんですけど、もうずーっとこうサッて入れてサッて入れてっていうのができますね。すごいシャッフルしやすいなといった感じです。スリーブに入れたての時ってすごいめっちゃガーって滑るじゃないですか。あの入れたての時に対戦相手とかに、あのシャッフルお願いしますって置くと、すごい滑らせちゃって、ああごめんなさい入れたてなんですっていうことがね、結構経験あるんですけど、これはなんかなさそうですね。こうポンポンってやっても全然崩れない感じがいいんじゃないでしょうか。色は裏のこの部分に表記されてる色がスリーブの色になってます。今回はこのクリムゾンっていうスリーブに赤タンを入れたんですけれども、他にもこのサファイアだったり、他にもいろんな色があります。まずね、名前がかっこいいですよね。で、私はこれに赤タン入れたけど、例えばこれはサファイアなので青タンを入れるのもよし、逆に青でちょっとコントロールっぽく見せつつここに赤タンを入れるとかいうね、あの戦略をねやってもいいし、色選びも楽しんでもらえると嬉しいです。若干裏が透けるみたい、カードが黒く見えちゃってるんですよね。以前紹介した KMC のパーフェクトブラックのインナースリーブ、こちら入れた上でスリーブ入れていきますと割と大丈夫っていう、なんか心配な人セットでダブルスリーブで使うといいと思います。お待ちかね、強度チェックしていきたいと思います。このスリーブとても丈夫っていう風に聞いているので期待大です。まずは恒例のダイスを落とすところから落としていきたいと思います。さて、お、大丈夫だ、見えますか。特にへこみとかはないので、まあ、ダイスを上からバーンって落としても問題がなさそうです。では続いてカードの部分、引っかいていきたいと思います。結構引っかいてどうなるか、あー見てみましょう。ちょっと私の歪みはちょっと私が今持ってるせいだから、それは許してほしい。お、あ、大丈夫だ、 見えますか。爪の引っかき傷みたいなのはないです。ちょっと歪んでるのは今の私のせいだから許して大丈夫そうです、いい感じ。今回ご紹介させていただきましたドラゴンスリーブ、さすがドラゴンの名前がついてるだけあって丈夫なスリーブでしたね。こういうスリーブだったらドラフト用とかに1個持っといて使い回してもいいんじゃないかなと思いました。ヨーロッパですごく評価が高いらしく、その理由も納得しました。デザインもすごいおしゃれだから、このままデッキケースとして使いたいなっていう、普通にディスプレイとかで飾るのもおしゃれだなっていう、お家に飾りたい感じがします。中側も外側も魅力的なスリーブ度星5というわけで、今日のケッチンレビューはここまで、いかがでしたでしょうか。この動画が良かったら高
高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。というわけでケイチンでした。バイバーイ。